こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の3月12日、少し過ぎてしまいました。13日に入りましたが、現在2時30分ですね。現在の枝コインの値段は 3.21 円ですね。はい。だいぶ下がってます。まあ、先ほどね、2.9 円とかをつけてましたけども、少し戻ってる感じですね。はい。でも、昨日からですね、20% 下がって、3億9600万円だということで、ここ数日1億円だですね、1億円前後で触れたっていうところからはだいぶ、取引量が増えているという状況です。はい。でこれ15分足ですけども、先ほど申し上げたようにここにね、いくらですかね、ここ結局安値で 2.84 円ぐらいをつけてるんですね。はい。でそこから、少し上がってきて、今少し、3.2 円ぐらいまで来てますね。だからここの 3.6 円からずっとガーンとして 2.8 円まで来て、ここちょんちょんって今度はね、さすがに、下を抜けずに、上がってきてるということですよね。ただまあここが、まあ、レンジ幅みたいな感じになるので、ここの上を行くかどうかっていうことですね。ここら辺もちょっと一回大きく売りが出てるので、ここら辺まで来てからまたこう押していって、もう一回この 2.8 円を試すというような形にもなるかもしれませんね。はい。でいつも通り4時間でちょっと見てみますと、はい、こんな感じですね。はい。ここの、はい、でもすごいですね。はい。ここのずっと底値だと思って出たところを、はい、こんなに抜けてきたわけですよね。すごいです。でここまあね、三尊で転換して、でここで止まること思いきや止まらず、ここで止まると思いきや止まらず、でここはもう無視して下に抜けると。だからまあ次やっぱりここのね、天井まで戻っ、天井というかここの値段まで戻ってきてからどういくかと、はい、さらに2円1円って試すのかもしれませんしね。はい。でもうこれが最後のもうセリングクレーマックスみたいな感じになってガーッと、はい。でね、あと紹介しますけど、チャールさんがね、そんなに怖がる必要がないよというような感じの動画を先ほど出してましたので、ご覧になった方もいると思いますけども、はい、少なくともね、エイダは強気でいいと思いますけどね。はい。まあ皆さんそう思って持ってらっしゃると思いますが、はい。ただこれもうちょっと長いスパンで見てみるとどう見えるんでしょうかね。ここにしたときに、ちょっとこれ消しますけど、あれ、はい、こんな感じですかね。はい。まさかね、ここでこう来るとは思わないですよね。はい。ここが、2018年の年末の安値で、その後、去年の春先から夏にかけて1回10円を試したと。いう形で、夏以降また下がってきて、今年のまた、1月あるいは去年の年末にまた 3.5 円をつけて、で今度は、7円ですね。7円までいきましたね。8円だっけ、7円ぐらいで、力尽きて落ちてきたということですね。だからこう見ると1回上を試してダメで、今度は低いところまで上がってダメで、なるとまだねこれ高値切り下げ、はい、でトレンドしたと。すごいですね。まだトレンドしたっていう見方もまあできるということかもしれませんね。はい。でもね、はい、ファンダメンタルが強いぞと、いうことで、チャールさんが動画を出してましたので、ちょっと見てみたいと思います。はい。チャールさんのツイート、ゴーイングライブということで、2時間前ですね。まあ2時間前ということなので、3月13日の0時ぐらいですかね。はい。動画が出てます。で、すでに、ゆうたさんが解説されてまして、Nice speech I translated it into Japanese and spread it to the Japanese Cardano Community ということで、Cardano Community に広げていきますよということです。日本語ですと、チャールさんのアップデート、恐怖にとらわれず、存在意義とファンダを見つめ、冷静な対応と、チャールさん生放送の概要ということで、動画はね、ちょっと割愛して、ゆうたさんの解説を拝見したいと思います。はい。こちら、ゆうたさんの、カルダナ Z の、ブログっていうんですかね、サイトですよね。12日、チャールズさんのアップデート、恐怖にとらわれず、存在意義とファンダを見つめ、冷静な対応をということです。はい。
英語もそんなに難しくないと思います。分かってないの言うのもなんですけども。はい。ですね。じゃあ、読んでみます。最近の市況は非常に辛く、それはクリプト界だけではなく全領域にわたっている。非常に重要な経済イベントが起きており、クリプトを含む全てのマーケットが不安定化していると。非常に重要なのは一歩下がってファンダメンタルを見ること、そしてどこへ向かおうとしているのか確認することだと。この前とても貴重な製品を受け取ったグリフィンバッテリーという特別なバッテリーだと。これは素晴らしい製品で多くの価格が反映されている。早く長持ちで強力であり強いファンダメンタルを持っていると。今は恐怖とパニックの時が来ているが、恐怖は現実よりもはるかに悪いと。恐怖は現実よりもはるかに悪いと。私たちのテクノロジーはまさにグリフィンバッテリーのようなものだ。私たちはその日々のために働いている。何が起きてもクリプト界は生き残るし、いいですね。クリプト界は生き残るし、カルダノは生き残るだろうと。はい。投票と身のコントロールの新しい方法を提案するためのプロジェクトであり、日々のトレードで勝つためのプロジェクトではないと。はい。まあ、値段に一喜一憂するなんてもずっと前から言ってますよね。アインシュタインは、今日の問題は、今日の頭では解決できないと言っている。つまり今起きている経済の問題は今までの方法では解決できない。だから我々クリプト産業があると、うん、私たちは同じような価格崩壊を見たが、まだこれは今日の価格崩壊のこと言ってるでしょうね、まあ、あるいは株とかドデンとかのかもしれませんけど、まだここにいてその時よりもさらに強くなって開発を続けていると、うん、そもそも何のためにここにいるのですか、ファンダメンタルは何ですか、第一原則は何でしたかというものを見つめ直す時が来ていると。ドルでエグジットするためですか、年 20% リターンを得るためですか、まあ、それは違いますね、まあ、確かに、年利がねもらえる、仮想通貨だって言って入ってきたっていうことも確かにありますけど、やっぱりね、あの30億人に財布を持たせると言いますか、30億人の人にみんなとね同じ経済の土俵に乗ってもらうっていうところがありましたよねっていうこと、まあここでは言ってないですけど、それを言ってるんじゃないのかなと思いますね。私たちは世界を変えるためにいますと。私もエンジニアをコミュニティそのためコミットしています。恐怖とパニックは最も悪いものです。恐怖とパニックにとらわれないでくださいということですね。はい。で、ゆうたさんの、補足が出てます。この上もないといけないですね。上記のチャールズさんの演説を数字で裏付ける一つのデータがあります。カルダノは全通貨1位の開発活発度で、イーサリウムの2倍の数値を示していますということですね。はい。ディベロップアクトということなので、開発ですよね。30日あたりの開発の量が、体のエイダが一番ということですよね。はい。その後はこの草間っていうのがトップの時もあったと思いますけど、でイーサリアム、はい、とあとはちょっと分かんないですけどですね、イーサリアムの2倍ということですね。160に対して330ということです。はい。でですね、ちょっと値段がだいぶ大きく動いたので、あとコインマーケットキャップもねちょっとチェックしたいと思います。はい。こちらコインマーケットキャップです。ビットコイン、イーサリアム、リップと、イカテザー、ずーっと来て、はい。やっぱりね、トップ10にはカルダノまだ入ってません。で、全体がね、やっぱ大きくこう下がってます。まあ、テザーはいいとして、全部 20%、30% 大きく下がってますね。はい。じゃあカルダノエイダはどこにあるかと言いますと、はい。11位、12位から抜けてしまいました。14位までね、行っちゃいましたね。はい。まあ、値段が大きく動いているので、まあ、今14で安定することはないと思いますけども、はい、ここからね、這い上がってくるときに、多分少し振り分けっていうところが見えてくるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ値段に戻りたいと思います。はい、3.19 円ですね。14,012.9×3.19 円で元本が10万円ですので、55,299 円とのマイナスになります。パーセンテージですと、55.3% のマイナスということになります。はい。ではですね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。まさかね、売ってしまう方はいないと思いますけども、ぜひね、将来、今の動画のことを振り返って、長期ホールドで行っていただければいいと思います。はい。ではご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。